皆さんこんにちは。今回は12層よりも難しいとか難しくないとか、螺旋11層の解説をしていきます。ちなみに、黙って数派、スクロース、ウェンテを入れれば、さほど難しくはないです。それだけだと動画15秒くらいで終わるので、それなりに解説します。まずは、11位表からですね。行く秋とフィッシュルはダメバフのコップを外して、申し訳程度に火力を抑えています。立ち回りについてなんですが、基本的に開幕は交代です。おそらくすべての敵がこっちを見ます。一応フライムを殴っておくと、こちらへのタゲが安定しやすいです。そして、第2ウェーブからですが、基本的には炎スライムが中心を優先して殴るので、炎スライムが湧いたら、タゲを取れるように殴ります。基本的にはそれ以外は時期狙いな気がします。奥のフライムもこの後こちら側に寄ってきます。炎スライムが湧いたので、炎スライムを殴ります。原神特有のタゲがちょっとイラッとするポイントですが、諦めて炎スライムを鎮火します。ということを繰り返してればクリアできるね。一応トリックフラワーの炎シールドはちゃんと破壊しましょう。開花使ってるので火力が高いように見えますが、同じくらいの火力は開花してれば出せるはずです。一応鎮火してから倒せると、このように対象の横で爆発されるロスも減ります。ということで 4% くらい削られましたが、十分でしょう。後半もベネットとシャンリンと北斗からはダメージバフのコップは剥奪しています。こちらは、フライムと氷スライムが基本的にオブジェクト狙いなんですが、基本は氷スライム優先です。氷フライムは攻撃が遅いので、まだ対処できます。北斗の枠を延期とかでもいいと思います。トリックフラワーは相変わらず時期狙いって感じがします。周りを見ながら、トリックフラワーがシールドを張ったら速攻で壊せるようにするのがポイントです。氷フライムは虫気味でもいいと思います。ここ、奥のやつスタミナ足らなくて間に合わなかった。一応オブジェクトとの直線上から外れるようにしましょう。こうなっちゃうとロスにつながるので注意です。リネットのデコイも機能するので、スクロースない人は採用するといい感じ。ここ、デコイの横から殴ってるけど、奥のフライム殴ってもよかった。とまあ、20% くらい余裕があるので、炎中心に組めていれば、安定してやりやすいと思います。あとは雷や両手剣でもいいかな。北斗は結構氷シールド削りやすいイメージあるね。残り時間の概念がないので、チャージは貯めてから次へ。そして、12位からだね。このあたりはそこまで難しくはないかな。一応誘導とかについて解説します。1ウェーブ目、中心を素直に殴ります。神は勝手に近づいてくるので、行く秋の付着でシールド破壊しつつ、ダメージアップが望めます。もちろん雷でも削れるので、超開花系の編成だとそこまで苦労はなさそう。この後の兜は下がっておくと誘導できます。突進距離が氷より長いので、動画のように1ドルか、2匹の直線上に立っていれば誘導できます。誘導した後は適当に殴ってれば倒せますが、火力は高いの注意ですかね。正統派の敵なので特に注意することが他にないです。そして後半戦。基本的にはさっきと同じで中心から殴ります。比較的敵が硬いかなって印象ですね。ただ、時間は300秒以上、つまり5分以上残ってればいいので、上で節約できてればこっちは楽できます。実際ちょっと時間がかかりました。ウェーブには、ビシャップたち。開幕チャージ現象攻撃してくるので、
交わしたいですね。素直に外に脱出すればよかったけど、中心側に回避したら普通に被弾しました。こちらは、雷とか入れてるとノックバックがきつい敵なので、壁と挟み込むように殴れば安定はしやすい。まあどちらにせよノックバックがだるいので、砲機系のキャラがいると戦いやすいですかね。ノックバックするのであんまりデコイも役には立たない。こちら、氷兜2体ですが、同じように誘導はできるんですが、足が遅いし、突進射程も短いのでいきなり攻撃しに行って誘導なしで戦う方が多分早いです。シャンリンと炎キャラいれば速攻で氷シールドも破壊できるでしょう。火力はかなり高いので注意してください。一応氷シールドを速攻で破壊できてるとダメージを抑えることも可能です。とりあえずシールドを剥がせばそこまで強くありません。それでは11さんの解説ですね。こちらも誘導を入れるとタイムが速くなります。1ウェーブ目は普通に真ん中を殴ってもいいです。強いて言えば、開幕外側へ麦わらが移動しちゃうので。一応、開幕左端から3体を直線上に並べて殴り始めると時短になります。この麦わらが遅延要素だね。この後の武士道ブレードは垂直に等分線。トライアングルを避けるように端っこに一度れば同時に突進してきます。特に単体特化とかそういう編成でなければ同時撃破も安定します。最後は初登場の氷古代竜。氷シールドがいればブレスの反射で大ダメージと耐性ダウンもするんだっけ？一応シールドがいると楽に戦いやすいです。敵の攻撃の中断性能はかなり高めで。中段耐性をちゃんと積んでいないと引っかき攻撃で簡単にノックバックされます。ただ11層ということもあり HP は低い感じかな。北斗のシールドで反射してるっぽいですが、氷結晶の反射もあったので氷で反射した扱いの大ダメージだね。意外とかわしづらい攻撃ですが、北斗のカウンターは意外としやすいイメージかな。まあ、11さんは死ななければ結構ボーナスフロアだね。一応こんな感じで火力は下げて挑戦してたので、それなりに再現はしやすいとは思います。武器も星4使ってるしね。ということで終わり。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。